国内で汚職の撲滅に向けて、王族らの拘束に乗り出しているサウジアラビアのムハンマド皇太子は、イスラム諸国を集めた国際会議で、テロが我々の安全を脅かし続けることは許さないと述べ、過激派対策でもリーダーシップを発揮していく姿勢を強調しました。サウジアラビアの首都リヤドでは26日、過激派対策について話し合うイスラム諸国による国際会議が開かれ、40カ国以上の閣僚が参加しました。会議では冒頭、ホスト役を務めるサウジアラビアのムハンマド皇太子が演説し、先週エジプトでイスラム教の礼拝施設が襲撃され、300人以上が犠牲になったテロ事件を厳しく非難しました。その上で、テロの最大の脅威は、私たちの宗教の評判を汚し、信念を歪めることだ。テロが我々の安全を脅かし続けることを許さないと述べ、イスラム教徒も標的にする過激派を取り締まるため、各国に連携を呼びかけました。ムハンマド皇太子は、国内で汚職の撲滅に向けて200人を超える王族らの拘束に乗り出す一方、対外的にはイランとの対決姿勢を一層強め、その言動が注目されています。ムハンマド皇太子としては、過激派対策でもリーダーシップを発揮する姿勢を強調することで、イスラム諸国の間でも存在感を示す狙いがあるものとみられます。